こんにちは。皆さん、新しい動画へようこそ。今日は国際関係におけるマルクス主義のアプローチとその核心について詳しく解説していきます。まず、マルクス主義の基本的な考え方とその核心について触れ、次に資本主義と階級闘争、帝国主義、そして経済的構造とイデオロギーの関係について詳しく見ていきます。1. マルクス主義の核心。マルクス主義は19世紀中頃にカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって提唱された思想体系であり、その核心は経済的な構造とそこに基づく階級闘争にあります。この思想は社会や政治の動きを理解する上で、経済的な関係や構造が中心的な役割を果たすとの立場を取ります。以下、マルクス主義の核心に関する詳細なポイントを挙げていきます。マルクス主義は、経済的な構造が社会の基盤を形成し、その上に法律、政治、宗教、芸術などの超構造が築かれるという理論を持っています。この理論の中心にあるのは生産手段と生産関係という2つの概念です。まず生産手段とは、物を生産するために必要な工具、技術、資源などを指します。例えば、工場、機械、原料などがこれに該当します。これらの生産手段は、経済活動を進める基本的な要素であり、誰がこれらを所有しているかが、社会の構造を大きく左右します。次に生産関係とは、人々が生産手段を使って物を生産する際の社会的関係を指します。この関係性は、生産手段を所有する者、つまり資本家階級と、生産手段を所有しない労働者階級との間の関係を基礎にしています。資本家は利益を得るために労働者を雇い、労働者は生活を維持するために働かざるを得ません。この所有と非所有の間の不均衡が、階級間の緊張や対立、つまり階級闘争を生む原因となります。マルクス主義では、階級闘争が歴史を動かし、社会変革の原動力になるとされています。資本家階級と労働者階級の利害の対立が激化することで、革命や社会の変化が起こり得ると考えられています。また、マルクス主義では資本主義を特定の特性を持つ経済システムと位置づけています。資本主義の下では、利益の追求が最優先され、それが労働者階級の搾取や経済的不平等、様々な社会的矛盾を生み出すと指摘しています。資本主義の企業や国家は、利益を増やすために労働者を搾取し、他国との競争に勝つために帝国主義的な行動をとることがあるとされます。最後に、国際政治においても、経済的力関係が重要な役割を果たします。国家間の競争や対立、さらには帝国主義のような国際的な拡張は、経済的な利益や力の追求から生じるとマルクス主義は説明します。結論として、マルクス主義は経済的な構造、特に資本主義を中心に、社会や国際関係の動きや変動を解析するアプローチを提供します。この視点は、経済的な力関係や階級闘争が、社会や国際政治の様々な側面にどのように影響を与えるかを理解する上で非常に有益です。2. 資本主義と階級闘争。資本主義は、19世紀から20世紀にかけて、特に西洋諸国で急速に発展した経済システムであり、私有財産と市場経済がその中核を成しています。この経済体制の中で、特定の階級構造が形成され、その中での力関係や利益の対立が階級闘争として浮き彫りになります。以下、資本主義と階級闘争に関する詳細なポイントを挙げていきます。資本家階級と労働者階級の対立に関する説明。資本主義経済では、社会は主に2つの階級に分けられます。資本家階級は、工場、機械、土地などの生産手段を所有しており、これらを使って商品を生産し、市場で売ることで利益を得ます。彼らは投資を通じてさらなる資本の蓄積を図ります。一方、労働者階級は生産手段を持たず、生きるためには自分の労働力を資本家階級に売るしかありません。これにより、資本家は労働者から剰余価値労働者が生み出す価値から賃金を差し引いた利益を抽出し、
富を蓄積します。階級間の利益対立とその影響。階級間の利益の対立は、労働者がより高い賃金や改善された労働条件を要求する一方で、資本家はコストを削減し最大限の利益を追求するという形で顕在化します。この対立は絶えず続き、労働者が集団で組織化し、ストライキや抗議といった形でより良い待遇を求める階級闘争へと発展します。国際的な緊張と対立の経済的根源。階級闘争は国内の枠を超え、国際的な対立の原因にもなります。資本家階級は新しい市場や資源を求めて海外に進出することがあり、このプロセスで帝国主義的な行動をとることがあります。これが植民地主義や経済的支配へとつながり、非支配国や階級がこれに対抗することで国際的な緊張や対立が生まれます。社会変動に伴う階級闘争の変化。経済的、政治的、文化的な変動は階級闘争の形を変えることがあります。例えば、労働運動が強まり、労働者の権利が法的に認められるようになり、福祉国家の発展によって階級間の緊張が緩和されることがあります。これらは階級闘争の形態や階級間の力関係に変化をもたらし、社会の構造そのものを変えていく可能性を持っています。結論として、マルクス主義は資本主義社会に固有の階級構造とその中の階級闘争を中心に分析し、その中での力関係や利益の対立が国際的な緊張や対立の根源となると捉えます。この視点は、経済的な条件や構造が社会や国際関係の様々な側面にどのように影響を与えるかを理解する上で非常に有益です。 3. 帝国主義と資本の蓄積。帝国主義は、強大な国が他国を支配し、資本や資源を蓄積する過程を指します。マルクス主義は、この帝国主義を資本主義の進展と密接に関連していると捉え、批判的に分析します。帝国主義の定義。帝国主義とは、19世紀から20世紀初頭にかけて、特に欧米の大国が経済的、政治的、軍事的に他の国や地域を支配する過程を指します。この期間は、特にアフリカやアジアでの植民地獲得競争が激化し、大国間の緊張が高まる時期でもありました。資本の蓄積。マルクス主義において、資本の蓄積は資本主義の革新的な動力とされています。資本家階級は、資本を増やし、さらなる利益を追求するために、新しい市場や資源、労働力を求める動きを示します。この過程で、外国の市場や資源を支配することが求められるため、帝国主義の動きが強まります。帝国主義と資本主義の関連性。マルクス主義は、帝国主義を資本主義の一段階として捉えます。すなわち、資本主義の発展と進行に伴い、国内の市場や資源だけではなく、海外への拡大が必要となる。その結果、強大な国が他国を経済的、政治的、軍事的に支配する帝国主義が生まれるのです。帝国主義の批判。マルクス主義は、帝国主義を批判的に分析します。帝国主義の過程で、非支配国や地域の人々は経済的、文化的、政治的な抑圧を受けることが多く、その結果、様々な抵抗や反乱が発生する。また、大国間での植民地獲得競争は、戦争や紛争の原因ともなります。資本主義の進展と帝国主義。資本主義が進展する過程で、国際的な市場や貿易ネットワークが拡大し、資本や技術の流通が加速します。このような背景の下で、帝国主義はさらに進行し、全世界を巻き込むような大規模な経済体系が形成されることになります。結論として、マルクス主義は、帝国主義を資本主義の進展と密接に関連していると捉え、この過程での力関係や対立、抑圧を批判的に分析します。この視点は、19世紀から20世紀初頭の国際政治や経済の動向を理解するための重要な鍵となっています。 4. 経済的構造とイデオロギー。マルクス主義では、経済的な構造だけでなく、その構造を正当化、維持するイデオロギーの影響も重要視されます。このイデオロギーは、
国家の行動や立場を形成する背景として考慮されるものです。経済的構造の中心性、マルクス主義は社会の経済的構造、特に生産手段の所有関係を社会の基盤として捉えます。この経済的構造は社会の階級関係や利益の分配、権力の均衡など多くの社会的現象の基盤となるものです。イデオロギーの定義。イデオロギーはある階級や集団の利益や視点を表現する信念や価値観の体系を指します。マルクス主義においてイデオロギーは主として支配階級の利益を反映し、その支配を正当化、維持する役割を果たすとされます。経済的構造とイデオロギーの関係。経済的構造とイデオロギーは密接に関連しています。支配階級は自らの利益を維持拡大するため特定のイデオロギーを普及強化しようとします。一方、労働者階級や非支配階級も自らの利益を追求守るための独自のイデオロギーを形成することがあります。イデオロギーの影響。イデオロギーは国家や集団の行動や意識を大きく影響するものとしてマルクス主義において強調されます。例えば自由主義や民主主義、ナショナリズムなどのイデオロギーは国際関係や外交政策、さらには国際的な紛争や協力の背景として働くことが多い。イデオロギーと権力。マルクス主義ではイデオロギーは権力の維持拡大の手段としても捉えられます。支配階級は教育、メディア、宗教などの手段を通じて自らのイデオロギーを普及強化し、非支配階級の意識や行動をコントロールしようとします。結論として、マルクス主義は経済的構造とイデオロギーの相互関係を深く探求し、これらが国際関係や国内政治の動向を形成する背景としての役割を強調しています。この視点は権力関係や利益の競合、そしてそれに伴う対立や協力の背景を理解するための鍵となっています。まとめ。今回はマルクス主義の国際関係におけるアプローチについて学びました。資本主義の経済的構造と階級闘争、帝国主義の動向、そしてそれを裏打ちするイデオロギーの役割を中心に、国際関係の複雑な側面を理解する鍵となる要素を探ることができました。皆さん、今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。国際関係に関する様々な理論や考え方についての動画もこれからもアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。